祇園少女の鐘の声。あなたの言ってることがよくわからない。恐怖は敵であり味方でもある。 祇園少女の鐘の声。あなたの言ってることがよくわからない。恐怖は敵であり味方でもある。 祇園少女の鐘の声。あなたの言ってることが。